中国高速鉄道 CR400、ボーイフレンド型電車は、中華人民共和国の高速鉄道車両である。最高運転速度時速4 0 0トルを目標として開発された。中国駐車グループの超春軌道客車、東山軌道客車で製造されている。量産先行車の CR400 ボーイフレンド -05-032012 年、中国鉄路走行士は、企業、 大学、研究機関と共同で、中国標準規格の鉄道車両として、中国標準動車組の開発を開始した。2015年6月30日、試作車の CRH-0503 が落成し、中国国家鉄道試験中心での試験を開始した。2016年7月15日、定常旅客専用線での試験で時速 420km での、 すれ違いに成功した。2016年8月15日、高大旅客専用線で運行を開始した。2017年6月26日、復興号としての運行を開始した。2017年9月21日、時速3 5 0トルでの営業運転を開始した。北京南駅に到着した CR400 ボーイフレンド -5016。50 CR400 ボーイフレンド CCR400 ボーイフレンド C-5162 編成北京朝日駅に到着した CR400 ボーイフレンド G-5176CR400 ボーイフレンド Gs2018 年7月時点での編成総数は82編成である8両編成となっている編成表 c r 四百ボーイフレンドの二倍の十六両編成と なっている。編成表、ありがとうございます。